子供の時から絵描くのは好き でそれをこう友達に見せたりしてたんですけれども、そこにちょっとこうセリフが入ってきたりとか、作るものが自然とこう漫画になっていった。僕の描く漫画って100人いたら100人面白いっていうような漫画ではないんですよね。まあ、一般的な常識ってものがあって、でそこから外れている考え方であるとか物の見方、そういうものも存在するし、そこの正当性があるってことを、自分は書いてるかなとは思うんですけどね。漫画っていうのは突き詰めて考えると、その人間を描くってことになると思うんで、不完全な部分であるとか間違ってる部分であるとか、そういうのをも必ず持ってるのは人間だと思うんで、ブレないように気をつけて書いてますね。その人間ってものを装飾するものとして背景っていうのはもう絶対必要なものなんですけれども、どこにいるかとか、例えばどういう部屋で生活してるかというものをちゃんと見せてあげることで、どういう人間性であるかってことが絵で見て分かるようになるんですよね。リアルな背景をっていうふうに考えた時に、その写真を加工してその漫画の絵として取り込むっていう方法を、まあ、ずっと取ってきたんですけれども、まあ、それももう十何年もやっていくと新鮮味がなくなってきたんですよね。プラス全部が僕の目線の高さの写真しかないってことに気づいたんですよね。もうちょっとこう自由度みたいなものが欲しいって思うようになってきて、ちょっと 3D っていうものもあるかなっていうふうにその頃から考えるようになってきたんですけれども、僕昔からそのアンリアルエンジンってものがあるってことは知っていたんですけれども、まあ、あくまでそのゲームエンジンっていう感じの認識、自分は絵描く仕事してますけど、まあ、接点は特にないかなっていう感じだったんですね。最初はたまたまそのアンリアルエンジンのことをふと思い出して、で調べてみたら無料であるってことが分かったりとか、そういう意味でその導入するまでの、まあ、ハードルの低さがあったので、とりあえずダウンロードして試して入れてみて、でそこで初めてその、まあ、リアルタイムレンダリング、その 3D 空間もすごい簡単に動き回れるし、ライティングとか色の調節とかもすごくしやすいし、影の方向ってものは、まあ、もちろん正確なものが出てくるんで、手で描くよりもそれを参考に手書きである程度調整してみるとか、漫画においてはあまりまだ使われている例がないんですが、十分有用なんじゃないかなとは思います。触っていてあんまりストレスがないんですよね。でストレスがないから作業自体も楽しいし、楽しさもないと続かなかったりするんで、自分にとってはすごく相性のいいものだったんだなっていうふうには思います。建物とかっていうものは割と簡単に描けるんですけど、一番難しいのは自然物だったりするんですよね。環境を作るフォリッジのアセットとか結構いっぱい売ってるんですけれども、クリックするだけである程度の森であるとかすごく簡単にできるんですよね。そういう環境の中での物語ってものを描くこともできるってことが分かって、僕の場合その出来上がってきた画像をさらにその漫画的な絵にある意味その絵のクオリティを下げるっていう作業をするんですよね。これを使うことで自分が今まで手間がかかるからやめとこうとか、めんどくさそうだからやめとこうかなって思ったこともやってみようかなっていうふうに思えるようになったり、足りない部分はどんどんアセット買っちゃって、それを並べて情報量はある程度担保しておいてっていうふうな作業をすると、自分が求めていたものまで結構短時間で実現できると。でプラスその漫画の絵っていうものは基本的に一回描いてしまったものっていうのは使い切りで、 3D の素材に関してはもしかしたらそのうちまた使えるかもしれないとか、別の角度からも使えるからとか、そういう意味でかけたお金がちゃんとこう資産として残っていくっていう感覚もちょっとあるんですよね。理想を言えば本当に例えば町全体をもう先に作ってしまって、その町の中で起きたことを漫画に描くという、そういう本来的な順番とは真逆だったりするんですけれども、そういう作り方をしてみたいなっていうふうには思ってますね。みんなその自分がイメージしているものを作れるようになりたいっていうのは多分一致してるとは思うんで、
アンリアルを使ってものを作るってものは、まあ、本当この10年ぐらい でようやくできるようになったことであって、せっかくそういう環境があるんだったら、うん、できるだけその自分のイメージに近づけられるようなものをどんどん取り入れていったらいいとは思うんですよね。